声もね、みんなに答えるチームにわからないようにぐっとこらえながらお楽しみいただきたいと思います。ではまずはこの5人のキャラクターのみんなグッパーで2チーム作っていただきましょう。準備はいいですか？はい、じゃあいきますよ。じゃあグッとパーで分かれましょにするね。はい、グッとパーで分かれましょ。おできた。あ、マー君とレオが2人で1チーム。あれ、パリーグじゃん。なんだよ、お姉さん、パリーグとセリーグじゃつまんないなと思ったからグッとパーにしようと思ったの。もう一回やる、もう一回やる。せっかくだからね、ね、せっかくこの機会だからやっぱ違う方がいいじゃない、ね、はい、もう一回いきますよ。グッとパーで分かれましょ。一チームになっちゃったじゃん、一個、ね、チームだよ、それじゃん。もう一回行こう、もう一回行こう、もう一回行こう。はい、グッとパーで分かれましょ。まさそんなに二人がいいの、これにする、いい、いいですか、そんなに二人がいいっていうか、ね、じゃあマー君とレオが、まあ、パリーグチームね、はい、こちらの皆さんセリーグチーム、はい、決まりました。これでいきましょう。では先攻後攻じゃじゃんけん決める、ね、じゃあはい、先攻後攻じゃんけん、レオとツバクがいい、どっちでもいいの、どうでもいいの、どうでもいいんだって、どうでもいいんだって。じゃあパリーグ先行でいこうか、ね、じゃあパリーグが先にジェスチャーをすることにしたいと思います。じゃあすいません、2対1なんでちょっとツバクあっち側行ってもらっていいですか。すいません、ポジション的にちょっとあっちいいですかね、すいませんね。はい、ではまず先行のマー君とレオチーム、はい、こちらにお題を用意していますので